はい、どうも、ラッシュゲーミングのグリードです。はい、ゴロです。ということで、今日はね、フォーナインズさんのビジョンラボっていう場所に来ております。ここでね、結構その視力の、まあ、トレーニングみたいなんだったり検査みたいなのを、まあ、受けれる場所だよということです。今日はね、対談とあとはそのトレーニングを実際に2人で受けてみようと思います。この部屋では、視力測定をまず行いますので、まあ、遠くをどこまで見ることができているかっていうのをあの画面見ていただくと、これはランドルとかっていうの、はい、これを使ってます。その後にコントラスト感度っていう暗くなった時の視力 を確認していきます。薄いと、そう、薄くして、あの暗さ、光の少なさに対してどれぐらい視力が変化するかというのを見ていきます。この機材を使って下にある3つの計測をしていきます。なるほど。ここは瞬間視、動体視力、目と手の協調性で3つの項目をこの機械で取ってます。それ以外にもいろんなものがあるんですけど、基本的にはこの3つを使って、まあ、数値化しているという感じになっております。これはなんかこの前、ね、その作るときに測定してもらったときは目と手の協調性がめちゃめちゃ低かったんだ。僕は全然繋がってない。ゲーマーとは目と手繋がってない説ある。逆にこっちコントローラーだからその体を動かさなきゃいけない。そのだから範囲が狭いじゃん、めちゃくちゃ。確かにね。手が動かさないじゃん。その場にあるものを押すだけだから、あんまりこうパッパやらないからじゃん。これですよね。目と手の。そうですね。でこれはこれ全部つきますよってパターンと、外側だけつかないよってパターンと、ここしかつかないよってパターンがあるので。e スポーツの選手はここだけって言ったらもしかしたらすごい高いかもしれない。私一回すあそれでやってみようか。ちょっと暗くしないと反射しちゃうんで、ちょっとだけぜひあのトライ。これ流れはどんな感じになるんですか？ 0.4 秒しかついてないんで、それよりも早くタッチできれば得点になります。でも75回、ここですか？一回ちょっとやりましょうか。ここの中、そうそうそう、なんかこんな感じで、いや、この範囲だったらいける気するけど。え、早くない？この範囲だったら、外は見えないんだから。なんでここだけ、ここだけなので、あ、いける。本当に一回やって、僕先やっていいじゃん。いく？勝負ちょっと先行ってよ、先行ってよ。全部ね、75回です。75回って多くないですか？人間が押してるのみたいわ。30秒間なんですけど、時間は30秒間で 0.4 秒で消えちゃうので。ああ、なるほど。はい、全部で75回押せます。下が難しそう。よいしょ。1回ブレると、そうね、上と下、2回目も絶対遅れちゃう。右で押してたっけ、左で押してたっけ。これどんなもんですか？57はまあ60点ぐらいし、どうせ60は欲しいかな。あ、60は欲しい。60よりボーダー60から、そうですね、70までいったら70は5回じゃん。微妙だった張って多いと。
じゃあ全然押せないことがいい。めんどい。左手が動かない。左手使わない。いやちょっと途中で左が遅れてるなって思ったから、もう左一歩以外で無理にした。まあその具体的にそのビジョンラボっていうのはどのようなことをしているんですかね。内容としてはアスリートの、目の機能を測る、その状態を分析してそれをこう改善していこうっていう、そういう思いでスタートしてまして、アスリートが思う視覚機能っていうのは、まあ、視力よく見えるかどうかっていうところ、まあ、だけの人が結構多かったりとか、あとはよく言われるのは動体視力っていうところだけが多かったんで、それ以外にも例えば暗くなった時にどれぐらい見えてるのかっていうところだったりとか、動くものの距離感をきちんと把握できているのか、あとは目の動きがこうスムーズに動いているのかとかですね、そういった視覚機能っていうのを8つ、項目分けて、それを数値化して、選手にフィードバックしていくっていう取り組みを2017年からしてまして、それが今大体600名ぐらいの、アスリートに対して行っているっていう状態です。今現状ここで、その測定とか分析して改善というところに関しては、いろいろビジョントレーニングとかがあるんですけど、体の動きだったりとかバランス感覚だったりとか、そういったものと合わせてビジョントレーニングを行っているっていう感じになります。我々 49's はちょうど今年で25年目を迎えるメガネフレームメーカーなんですけれども、まあ、ずっとその日本人の頭の形に合うメガネをこう作ってきたメガネフレームメーカーです。で今回ビジョンラボをお越しいただいてるんですけど、まず我々 の, そのスピーサポートという活動をちょっとご説明したいなと思うんですけれども、そのアスリートの方たちにしっかりと僕たちの商品を通じてサポートしていくっていうことをしっかりやっていこうというところでスピーサポートをスタートしました。で実際いろいろなその、ジャンルのスポーツの選手の方たちにサポートするようになってまして、でその中からさらにその視環境 の, その部分を見させてもらってサポートできるような施設っていうところで49's ビジョンラボを作るに至りました。でなんで e スポーツなのっていうところがあると思うんですけれど、実はその、まあ、サポートしているレーシングチームの方がe スポーツの選手がいるんだけど、ちょっとご紹介させていただけないかということだったので、それで初めてその e スポーツの選手にお会いしてお話聞きました。で、まあ、実際 e スポーツそれまでなかなか知らない状況だったんですけれども、実際そのビジョンラボに e スポーツの選手来ていただいて、測定していくうちにちょっと目の状況が通常と違う状況の方がいらっしゃったんで、しっかりとその e スポーツ選手に向き合っていきたいなっていうところがスタートだったんですね。プレイ中とかメガネがちょっと反射してこう視界がダブっちゃう時があるんですけど、なんかその辺の対策とかもされてるんですかね。レンズの設計するときに光をカットして負担を軽減するっていうこと以外に超低反射コートっていうのをこう機能として兼ね備えてまして、何かというと、まあ、メガネってレンズなので必ずコーティングがされていて反射するのでちらつきを感じることがある場合があるんですね。でこのレンズに関してはそのちらつきをこうなくす方向に最低限こう低反射を抑える、低くするっていうので超低反射コートっていうのを入れてるので、いろいろな環境でゲームされること多いと思うんですけれど、そういったそのちらつきのようなものをできる限り抑えるようなコートがしてあるので、どちらかというとゲームにこう集中してやれるようなレンズ設計にしています。ちょっとこれはメガネと関係あるかわからないんですけど、はい、チームメイトでその画面がもうこれ15センチぐらいの近さでこれぐらいでプレイしてる人がいるんですけど、それはメガネいりますか？その15センチ見てる時のその両目の状態を見ないとちょっと定かではないのと、はい、あとはピントが合ってるかどうかを見ないと分かんないんですけど、まあ、目にとっては相当なストレスだと思います。やめた方がいいです。まあ、その選手がちょうどそこでピントが合うような目だったら逆にストレスが少ないってもしかしたら言えるかもしれないですけど、15センチ合わせちゃうと結構姿勢もかなりこうコントロールしづらいと思うの で, そうです、ね、あんまりこうメリットはちょっと思いつかないかなっていう感じですかね。結構その画面の端っことか見るときにもう首振ってるシーンとかもいるんですけど、そうですよね、そう体も同時に動かすっていうのもやっぱりちょっとあれなのかなっていう気もするんですけど、だから近い方反射が速くなるみたいなとか結構なんか言われてたりしますけど FPS の界隈では。
そうなんですかね。そうなんです。反射が速くなる、難しいですね。その例えば動くものを捉えるのっていうのは中心視じゃなくて周辺視で捉えているので、できればそんなにこう近い距離で無理やりこう見ていくっていうよりは、こう全体を俯瞰して見ているような感覚の方が動くものに関してはこう細胞は動きやすいと思います。なるほど、はい、あそうです。そうです。やめた方がいい。1本になる、2本にならない。1本の状態を保つギリギリの位置。これは一本に見えるような二本に見える。それはもう二本になっちゃう。なんかまだ一本半っていうのか、背景は結構もう二分されてるんだけど。いや逆にしてはいい。あ、なるほど。逆です。近づけていって、でずっと見て、これで10秒固定します。おお。ちょっときついですね。結構きますね。で10秒経ったらあっちの文字をパッと見てピント合わせます。なんとなくです。ああ、なるほど。これだったら結構その窓の奥見てみたいな。あ、そうですね、風景でも全然いいですね。まあ、だから見る場所を決めといて一個ペン用意してみたいな。そうですね。そこでまた10秒指でもいいです。指でもいいです。なるべく細い方がいいみたいな。なんか目標がちゃんとあの見やすいものがいいです。なので指だったら爪だったりとか。なるほど。まあ、形がはっきりしているものを選んで、これを大体どのくらい？大体1分ぐらいでいいと思います。1分ぐらい。それをこうできればモニター20分とか見続けたら、そこで1回休憩を挟むっていうのがいいですね。でこれを大体3セットぐらいやって、そうですね。はい、その通りでいいと思います。なるほど。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけでお疲れ様でした。フォーナインさんのビジョンラボ。対談を終わりました。はい、ゴロは結構前から使ってた、ね、そうね、前作ってもらって大体1ヶ月ちょい多分使ってるかな。どうですか、作家その違いは感じますか。いや結構まあなんか今まで俺そのブルーライトとかカットしたのを、まあ、使ってたこともあったんだけど、まあ、前のメガネはそれ入ってなかったんだけど、その前使ってたのが結構なんか茶色っぽいレンズの色やっぱ変わっちゃうんだよね、ブルーライト入れると。なんかそれが結構ない、普通に透明なんだよね。それはね、すごいなと思って。色がね。そうそう、色がつかないレンズって結構こういうカットしてる系。あんまり青反射もしてないよね。そうそう。だと珍しいのかなって思って。そこはなんかすごいなんかゲームする上で困るじゃん。うん、まあ、単に仕事するとかだったら別にそんなに困らないかもしれないけど、ゲームで色変わっちゃったら普通に困るよね。うん、ね、だからそれは個人的にはそこが一番ありがたかったかな。じゃあ僕たちの使ってる、はい、このメガネは概要欄にあるらしいので、らしいです。チェックお願いします。お疲れ様です。バイバイ。